日本不動機より矢だけ山本周五郎1矢はまっすぐに飛んだ晩秋のよく晴れた日の午後で空気は結晶体のように厳しく澄み通っている矢はその中をまるで光の糸を張ったように飛び あずちのあたりで小さな点になったと見ると心よい音を立てて的に突き立った「やはりあの矢だ」。家綱はそううなずきながら的に突き立った矢をしばらく見守っていたがやがて脇につくばっている故障に振り返って「そこにある矢をみな取ってみせい」とい 故障のものがや立てに残っているのをすべて取って差し出した。四本あった。彼はその弾巻の下にあたるところを一本ずつ丁寧に調べてみた。すると果たしてその中にも一本あった。弾巻の下のところに対岸という虹がごく小さく目のように彫り付けてある。 今いたた。にもそれがあった去年あたりから時々その矢に当たる初めは気づかなかったが持った時の重さや鶴を離れる時の具合やいかにも快い飛び様などいろいろな良い条件がそろっているので「ああまたこの矢か」と思い当たるようになった。矢にも、 随分癖のあるものだがそれほどはっきりと性のそろったものは珍しいそれでよく注意してみると思い当たる矢には決まったように「対岸」という文字が彫りつけてあるのだった「尋ねることがある丹後を呼んでまいれ西尾丹後だ」そう言って家綱は将棋にかけた。 故障の一人が走って行ったお弓矢槍武行の丹後の神忠永はすぐに志向した家綱はまだ十九歳であるが三代家光の活達な気性を受けて生まれ父に似てなかなか俊厳なところが多かった弓矢武行などが直に呼びつけられる例は稀なことなので 単語の神は叱責されるものと思ったのであろう、平伏した額のあたりは紙のように白かった。「許す、遅行。二度まで促されて執行する単語の神に、家綱は持っていた一本の矢を渡した。そのはずまきのすぐ下のところを見何やら名のような文字が彫ってある。 読めたか。は「は仰せのごとく対岸と掘りつけてあるかに覚えます」「一年ほど前より折々にその矢を見るどこから出たものかいかなるものの咲か取りただしてまいれ恐れながら単語の紙は平服していった」「ご上位の胸は ごご不況にございましょうやもしさようならばお道具吟味の役目として丹後いかようにもお詫びをつかまつりますいやその方は申しつけた通りにすればよいなるべく早くいたせ丹後神はその矢を持って下がった将軍の御用の矢は 諸国の大名たちから献上されるものを精選し最も良い策だけを進めることは言うまでもない単語の神は自らお蔵へ行って献上別になっている矢箱を念入りに調べ始めたずいぶんの数だからそう早急にはわからなかったそれで下役の者にも手伝わしたが 三日目になってようやく問題の品の入っている矢箱が見つかったそれは三河の国岡崎の水野剣持忠義から献納されたものであった枠にはめて10本ずつ遠重ねになっている箱が5つあるつまり500本あるわけだがその中から対岸 という文字を彫り付けた矢が五十本余り出てきた単語の神はその矢を持って水の家を訪れた剣持忠義も非常に驚いた対岸とは何を記念するのかわからないけれど将軍の手に触れるものだけにそのような品を気づかないで献上したことは重大な祖骨である 上様にはご不況のようにござったか。そう存じまして、当座のお詫びを厳をつかまつりましたところ、ただ申し付けたとおり吟味せよ、急ぐぞ、との仰せにございました。それでとりあえずお知らせに参った次第でございます。忠義はぐっと唇を引き結び、何か思案をしていた様子だったが、 これは家来どもには知らせたくないと思う。幸いこの月末は参勤の老いとまにあたるから日を早めていただき自分で帰国してすぐ取りただすとしよう。それまで御前を頼む。承知つかまつりました。できるだけ早く吟味の次第お知らせ願います。念を押して。 単語の紙は帰った剣持忠義はじっと長いこと八幡の際の小さな文字を見つめていた「これは万事2年165910月半ばのことである」「話はここで18年前すなわち寛永18年1641に帰る」。 ところは駿河の国田中城下新春の風吹き染める8月のある日の午後のことであった 2> 2その時美世は縁側から庭の柿を見ていたまだ若木の木座端で今年初めて5つほど実をつけたが雨や風のために落ちて もう二つしか残っていないなそれも熟すまで枝についているかどうかわからないけれど今はまだ羽村の間につやつやとした硬そうな光を見え隠れさせている初鳴りの柿を青竹で作った小さな籠に入れ子供に背負わせると息災に育つという俗臭がある。 美代は青きを眺めながらそれを空想した2歳の誕生を迎える康之助が柿を入れた青竹の小さな籠を背にしてよちよちと歩く姿は考えるだけでも愛らしく楽しいものだったどうか一つでもよいから残ってくれるとよい若い母親には 酔うほどの空想だった「そこへ歌手の足森忠七郎がはせいってきた旅自宅のままで脇の折戸からいきなり庭へ駆け込んできたのである」「誇りまみれの神痩せて落ちくぼんだ頬血の気のない震える唇それは一目で悪い出来事を 直感させるものだったご挨拶はごめんこむります彼は庭先に膝を下ろして行った旦那様には苦悩山にてご生涯にございますあまりに突然過ぎたしまたあまりに思いがけない言葉だった三尾は我知らずえ 聞き返しそうにしてようやく自分を抑え膝の上に置いた手にぐっと力を入れた鼓動が胸郭を突き破りそうに思えた中七郎は乾いた唇を打ち震わせながら続けた間違いのもとは些細なことでございましたが香川弥左衛門様が言いつのり ついに抜き合わせて、旦那様には見事に、香川様をおし留めなさいました。見ていたものも、旦那様に非分はない。香川様が悪いと申し合っておりましたが、旦那様は、勤め役中の不始末を申し訳なしとおぼしめし、結末のことを詳しく目付け役へお書き残しの上、その夜半、 宿所にてご切腹にございました美世は興奮を抑えた小姉で尋ねた「それでその大変はお役目をお果たし遊ばしてから後かそれともお役目はまだ残っていてか不幸中の幸いにはすでに奉納のお役は滞りなく 終わった,後でございましたああ、それで女に関わることはない美世はそう思うと同時に初めてブルブルと突き上げてくる身震いを止められなくなった夫の桃木がお役を申しつかって家を出かけたのは7日前のことだったその月2日に 将軍家光に生死が誕生した水野兼持忠義はその祝儀として久能山東照宮へ石の鳥居を奉納することになり茅野桃木はその事務頭として久能山へ出張したのである並々の場合でないからお役を果たしたかどうかということは悲嘆の中にも何より の気がかりなところだったのである安之助へのご遺言などはなかったかはい若い歌詞はつらそうに目を伏せた目付役へ始末書を残し遊ばしましたほかは一通のご遺書もなくご遺言のこともございませんでした は寂しそうにうなずいた。いかにも寂しそうな目だったすぐにもお咎めの使者があるであろうそう思ったので召使いたちにその胸を告げ家内の始末にかかった二百石の書院版で家財といっても多くはないお上に収められるもののほかは わずかな衣類と仏壇だけがめぼしいものだったふだんつましく家計を守ったけれど結婚して三年目であるし安之助が生まれたりして貯蓄は乏しかったそれで売れるものは売って召使いたちの選別の足しにしなければならなかった城から上司が来たのは その翌々日の朝のことだった美世は水上に言い着替えをさせた泰之助を抱いて上司を迎えた「別して大切なるお役目中私の争いによって人情に及びたる始末重罪をも申しつくべきところ即座に自祭して」。 攻めをおいたる仕方神妙におぼしめされよって食録召し上げ遺族には領内追放を申しつくる者なりお達しの種位はそういうものだったそれから上司の役人は久能山で没収した桃木の遺品のうち金2枚に小銭の入っている金袋と 大小一しの刀それにひとつかみの遺髪を取り出して渡した上司を送り出してから美代は仏壇に証しを入れ夫の遺髪をあげてこうをたいたそして泰之助と二人してその前に座った時初めて思うままにしかし声を忍んで泣いた。 安之助さあお手を合わせてよく拝むのですよこうして幼い者の,の手を合わせてやり低く精を念仏しながら三世は涙の中からしっかりと威発を見上げていった「旦那様安之助のことはご安心あそばせ」。 必ず立派な侍に育て上げてご覧に入れますご遺言のなかったのは私をお信じ遊ばしてのことと存じますみおはそのお心を決して忘れませぬその時ふすまのかなたで耐えかねたように誰かのすすり泣く声が聞こえた「三 あくる日の朝み代は泰之助を背に追って家を出て行った美濃の国加納藩に実家があるのでひとまずそこへ落ち着くことに決めたのであるお咎めによる追放なので知り人は言うまでもなく召使いたちも見送ることはできなかったただ一人だけ 藤枝の位から奉公に来ていた下僕の六兵衛が目付役と共に島田の宿まで送ってきた彼は美濃までの友を願って聞かなかったけれど身をは固く拒んで許さなかった残暑の照り返しで広い河原は目もくらみそうな暑さだった親子は その瓦をとぼとぼ歩いてゆきやがて人足の方によって彼方の岸へと越していったそれから3日たった日照りの続いた夏のあとで待ちかねた雨がまさしく秋の訪れのように降り出した日の夜8時頃と思える自分に藤枝財の水森という村にある。 六兵衛の家をひそかに訪れるものがあった六兵衛の向の次郎吉が出てみると城下のお屋敷で見かけたことのある美代に紛れはなかった安之助を背に追ってびっしょり濡れていたまあこれはどう遊ばしました六兵衛もびっくりして飛んできたいや それよりもまずお召し会をなさらなければいけませんただいますすぎをお持ち申します娘の佐田と向こうをせきたてながら自分がすすぎを取ってすぐに親子を上へ上げ娘の晴れ着と孫のものを遠ざの間に合わせて着替えをさせた一度目を覚まして泣き出した安之助を ようやく寝かしつけてからみおは六兵衛と婿こう夫婦を前にして座ったそして主従のよしみにすがって頼むのであるがこの土地で何かたつきの技に取りつくまで親子二人の世話をしてもらえぬだろうかと言い出した六兵衛はおろおろと声を震わせて遮った。 お言葉ではございますが、お前様はお国払いのお身の上でございましょう。お二人様のお世話は願っても出たいところでございますけれども、万一、これが知れた時は国宝に背いた罪に問われ、お前様ばかりか、安之助様のご一命にも関わると存じます。それよりはともかく、美濃のお里へ、 お帰り遊ばす方がよろしいのではございませんかそれはよくよく考えてみたのですみ世は静かにけれど心の決まったしっかりとした口調で言ったけれどももきは水の剣物様のご家臣でした不運に死にはしてもももきの魂は必ず ご主君のご守護をしているはずです私は茅野桃木の妻安之助はその四次なのですたとえどのような重罪に問われましょうと侍にはご主君のお国を離れて他に生きる道はないのです主従は三世までと言うではないか 六兵衛は両手で顔を覆い声を忍んで結び上げた「侍の道の厳しさもさることながら夫の魂の残っている土地を去りがたい妻の心が美世の言葉の裏にありありと映って見えたのである」「よくわかりましたそのお覚悟なればもう何も申し上げることはございません。 お世話というほどのことはできませぬがお力の足しくらいにはなりまするお心を気なくおいで遊ばしませ親子はその世から六兵衛の世話になることになった家族は六兵衛と娘夫婦それにまだ幼い孫が二人あり半自作の あまり豊かならぬ農家だったので初めから安堪としているつもりのなかった美世は家人の止めるのも聞かずにあくる日から海外宿野良へ手伝いに出た夜を忍んでしかし心の引き締まった生活が始められた昼は高知で働き夜はわらじを作り縄をなった かまどの前にもかがみのぶろをたいたそういう日々の中でたった一度だけ人目に隠れて泣いたことがあったそれは瀬戸にある柿の若木が枝もたわわに赤い実をつけたのを見た時だった城下の家の柿はどうしたかしらそう思うのと一緒にあの 悪い知らせのあった日縁側からうっとりと青柿を眺めていた自分の姿が思い返された夫が生きていたらそしてあの初成りの柿が一つでも売れていたら今頃は青竹で籠を編んで安之助の背に負わせて危うげな足取りで歩く様を夫と共に 笑いいながら見ていたであろう。美代の目にはそのありさまがまざまざと見えたそれは未練な恥ずかしいことだったこんなことで二度と泣いてはいけない美代は泣きながら繰り返し自分にそう誓っていた翌年7月 剣持忠義は三河の国吉田城へと法を移されたそれで美代も吉田へ行く決心をした六兵衛と家人たちは言葉を尽くして止めた「ここにいればこそ乏しくとも無事な日が暮らせるのである幼い者を連れまだ若い夫人の身で知るべもない他国へ行けば どんなな難儀にうかもかもわらない。せめて和子が10歳になるまではこの土地で暮らすようにと三代の決心はけれど変わらなかったご主君剣持様のいらっしゃる土地が親子の生きるべきところなのです身の難儀は初めから覚悟のことですから。 そう言って心強く出立の支度を始めた。六兵衛に見送られて大井川を渡ったのは8月初めのことだった。道すがらは残暑に悩まされたが幸い水にも当たらず安之助も健やかに旅を続けて4日目に三河の国吉田今の豊橋市へ着いた。 たやす知るせない数々の苦労があったけれどその年の冬には小いの里に小商いの掛け声を始めることができどうやら二人の口は過ごせることになったみ世は泰之助に少しずつ素読の口まねをさせたり筆を持たせて金文字を書かせたりしながらいとまを惜しんで せっせとわらじを作った。街道のことで往来の人はタえマがなかったから、それは終われるほどもよく売れた。まして、六米の家で習い覚えたのは、農夫が自分の使うために作るものなので、初めから売るようにできたものとは、保ち方が違っていた。それゆえ、 しばらくするうちすっかり評判になりよその店を通り越しても買いに来る客ができてわずかながら富士のようにと蓄えも積めるようになった安之助が6歳になると三世は付近の禅寺へ頼んで学問を始めさせた。次相は よし義りげな親子の人柄に同情したと見えいっそ寺へお預けなされたらお前様もお身軽になれましょうがと親切に勧めてくれたしかし美世はこう話す気にはなれなかったまだ朝朝の霜の深い早春の野道を安之助は元気に寺へ通って行き帰ってくると 声をを張り上げて復讐をしたそして三代の夜鍋はそれから一層遅くまで続けられるようになったこうしてどうやら身の回りも落ち着いたと思う時水野忠義は再び国替えとなり五万石に火砲の上同じ三河の岡崎城へ移された。 二年七月のことである丸二年の間に多少の知り人もできなりわいの道もついてほっとしたところだったけれど美世の心には少しも未練はなかった不思議な回り合わせでその時もまた新春八月の残暑の厳しい一日少しばかりの荷物を追い 安之助の手を引いて三代は小境の里を西へと立っていった岡崎も初めての土地ではあったが東海道では指折りの繁盛の駅だったから天満町筋の裏に長屋の一件を借りるとその家主の世話でさしたる苦労もなく城下外れの縄手道に 小井でしていたのと同じ小商いの店を持つことができた家主の名は熊蔵といった肩太りに太った小柄な体つきでひげだらけの顔に鋭い目つきをしているが近所中へ響くような声で日和の挨拶などをする男だった昔は馬を引いて 街道を往来したという暴れ者で随分世間から嫌われたのだそうだがそれだけに世の裏表をよく知っていて困っているものがあれば身を吐いでも面倒を見るというふうだった今では天満問屋の店を持って親方とも言われ年々岡崎藩から幕府へ献上される 竹束の輸送はほとんど彼の店が独り占めの御用になっていた熊蔵の引き立てもあったろうけれど縄手道の三代の店は自然と街道に名を広めていった評判のもとは何といってもわらじだった矢ら和論寿は百日履ける矢米はやもめ 字はわら字の岡崎ぶりであるがそんな通り言葉ができたほど三代のわら字は人々にもてはやされた張り詰めた生き方のみに行く春秋を数えるいとまはなかった安之助が12歳になって形ばかりに鎧染めの祝いをしてから間もなく家主の熊蔵が 改まった様子で、菜園の話を持ち出した。相手は、ところの合志で、年は四十を越しているが。家は、もう子供に譲っていたし。加算も豊かなので。もし、身をさえ承知なら。別に、家を建てて、暮らしてもよいということだった。今だから申し上げますが。 実はこれまでに何度もこういう話があったのですと彼は膝を固くしてクソ真面目に言ったあなたほどのご器量で独り身だから無理もないことだが私は陰ながらご気少をお察し申していたのでご相談に上がるまでもなく何抜かすと一言で断ってきましたけれども この壇だけは私も欲が出ました。合士といえば立派に侍で通る。失礼ながら安之助様にも行く末御運の開けるもとだと思いますが熊蔵の言葉は心からの親切がこもっていた。美世はしまいまで黙って聞いていたが聞き終わるとすぐに。 っぱりと断ったいささかも思い惑うことのないきっぱりと割り切った断り方だった「やっぱりそうですか」「熊蔵はがっかりした様子だったけれど落胆の中にもみ世の凛とした気性を突き止めたことは頼もしく思えたらしい彼はその話をぴたりと切り上げ 「それでは改めてご相談があります」と座り直した5「相談というのはなりわいを変えることだった」「安之助もそろそろ世間の見え始める年ではあるし飽きない店などを出しているとあらぬ噂が立ちやすいものである」「だからそれをやめて」 他にたつきの法を考えてはどうかというのだった。それには1ついいことがある。ご承知かもしれませんが、この岡崎は竹の産地で年々お江戸へ献上する数も大変なものですが、その中にやべらにする竹があります。この竹を削って磨いて。 やぶらにする仕事があるのですがやってごらんになりますかそのような仕事が女でもできるのでしょうか表向きはいけないことになっているが何お出入りの屋敷でその裁量をしているから私が頼めばどうにかなりますこれなら手間賃もいいしわらじを作るよりは 骨も折れないでしょう。「その気が終わりならお世話をいたします」「考えることはなかった三世は縄手道の店をたたんだ」「矢だけ作りは考えたほどたやすくはなかった矢べらまたは矢見木ともいう竹の作り方にはいろいろ作法がある」 12足あるいは十三足三つ伏せなどといって拳一握りを足と呼んで長さを決めるそして幹には節が3つあるのが決まりでおっとり節中野節菅節と上から順に名が付けられる太さも長さもほとんど決まったのを選び節を削り 幹を磨き葉を切った上下塗りをすればよいのだが全てが熟練を要する監視仕事で初めのうちはよく失敗をした節を深く削りすぎたり葉切りの手が滑って幹へ割り込んだりした自然自分でも手を傷つけることが多くしばらくの間は いつも左手の指に白い巻きもめんの耐える時がなかったけれども始めが難しかっただけに慣れてくるとミオはめきめきと腕を上げたそして自分でも面白くなるにつれて誰の作るものにも負けない立派な矢を作ってゆこうという望みが起こったそれには 竹を厳選しなななければならないから、いか渡された数と仕上がりの数に開きができる自然手間賃は少なくなるがみ代は構わずやっていた「竹に無駄を出しすぎる果たしてそういう苦情が来た土地から算する矢だけには限りがあるのでそう無駄を多くしては困るというのだった」。 みおはは言い訳はしなかった。これから気をつけて無駄を出さぬようにいたしますと答えたけれど仕事は少しも変えずに続けていた安之助は健やかに成長していったシンクの中に育ちながら気質ものびのびとしていたし年とともに体つきも人に優れてたくましくなった。 学問には万昇寺の北条へ通っていた13歳の夏から投げ町にある町道場へも入門させたが父親の血を受けたのであろうこれは学問ほどには進まない様子だったこうしてさらに年月が経ち安之助は18歳の春を迎えたそしてある世のこと 彼は珍しく形を正して母親の前に座った「母上お願いがございます」ひどく思い詰めた目つきだったので何を言い出すかと思っていると自分もたつきを助けるために働きたいというのであった「私も18歳です男一人前の稼ぎはできなくとも」 親子二人の口を過ごすくらいはどうにかなると存じます。どうぞ働きにやってくださいまし。おやめなさい。そんなことは聞きたくありません。いいえ申します。母上にはお世話になりすぎています。修行中の体ゆえ今日まではお情けに甘えておりました。けれど、 「もう十分です。これ以上母上にご苦労をかけることはできません。私が変わります。どうか母上はもう珍仕事などおやめになってください。お願いですから安之助に変わらせてくださいまし。あなたは考え違いをしています。美代は静かに遮ってい 母が働いてきたのはあなたを立派に成人させたいためには違いありませんけれどそれさえ果たせば役が済むというわけではないのですそのお言葉は安之助には分かりませんわからないはずはないでしょうそれともいつかお話申した父上のご最後のことは もうお忘れですかそう言われて安之助はぎょっとした様子だった美代の顔も苦しそうに仰つんだ美代は表を伏せ低くつぶやくような声で静かに続けた父上は不運な出来事のためにご奉公半ばでよをお早めなさいました やむを得なかったのでしょう。そうせずにはいられない場合だったのでしょうけれど侍の道に外れたと申し上げなければなりません死んでゆく父上にもおそらくそのことが何よりもお苦しかったと思います父上のご気象は母がよく存じています母には 父上の苦しいお心のうちがよくわかるのです。生きる限り生きてご主君に奉公すべき体を私事のために自害しなければならなくなった、侍にとってこれほど無念な苦しいことはありません。母にはそれがよくわかるのです。どんなにおつらかったことか、どんなに。 ご無念だったことか安之助は腕で表を押さえながら耐えかねたようにむせび上げたご生涯の時美世はそっと目を拭いながら言った父上が一番お考えになったのはあなたのことだと思います。あなたが 人に優れた武士になり、父の分までご奉公をするようにと、それだけを望みなすったと思います。あなたにはそう思えませんか。そう思います。母上、そう思います。それなら、ご自分の修行を一心になさい。そして、千人に優れた武士になるのです。 それだけがあなたの務めなのです母のことなど気を使ってはいけません母には母の務めがあるのですあなたを育てることと父上の償いをすることです償いとおっしゃるんですか償いです父上のしのこしたご奉向を償い申すのですそれが 茅野桃木の妻としての一生の務めです安之助は心底から感動していた彼は涙に濡れた目を拭いきっと形を正して母を見上げた「よくわかりました母上私は一心に修行をいたしますそして千人に優れた武士になります」 それれをお忘れなな。さるな「道はまだまだ遠いのですよ」。けれどいつかは「母上いつかは私たちの真心が殿様に分かっていただける時がございますね」。その言葉まで打ち消す気強さは美世にはなかったししかも長く忘れることができなかったのである。 母とこの真句はどのような報いをも期待するものではない己のとを貫き通せばそれでよいのだけれどもいつかはこの真心をご宿君に分かっていただけるだろうという安之助の気持ちもよく分かったそれが美代の心に未練を起こさせたちょうど 六兵衛の家の瀬戸で熟れた柿の実を見つけた時のように母の心がどうしようもなく美代を動かしたのである「せめて安之助だけは世に出したい」「美代は母の愛情から一つのことを思いついたそれは矢だけを作る時はず巻きの下に当たるところへ対岸 虹を小さく掘りつけることだった極めて小さくたやすくはわからないようにもしかすればそれがご主のお手に触れるかもしれない矢は的に居当てるものだからみおはますますよい矢を作るようになったそして必ず対岸の虹を掘りつけていたどうぞ 「この文字が殿様のお目に止まりますように」そう祈りながら。六自ら神門に当たった剣持忠義は美世の申し立てを聞きながら泣いた。神門が終わって自分の居間へ入ってからも涙がせき上げてきて止まらなかった。女にも、 あれほどのものがいたのか、幾度もそう思った武士の妻としては当然の覚悟かもしれないしかし当然のことがなかなか行われにくいものである当面の大事には立派に働くことができる者も,も十年不退転の心を持ち続けることは難しい。は、 格別手柄を立てたというのではないし形に現れた功績などはなかったしかし夫の意志を継いで二十年微塵も揺るがぬ一心を貫き通した壮烈さは世に稀なものである誠にそれは壮烈と言うべきだったそういう一心こそは誠の武士を生み 世の土台となるものである忠義はすぐに書状をしたためた江戸では単語の紙が待ちかねているに違いない彼は手短に事の始終を記した上左のような章で筆を置いた「重ねて申し上げそろう対岸の虹は 剣物の目にこそ触れ目とて掘りつけ騒ろものにござそろ上様御命を汚したて祭り騒楼儀はそらくは御世の一心を神明の加護せさせたもうところと存じそろ別に死者をもって権上つかまつるべく騒楼も御元よりも午前吉名にご披露のほど 頼み入りそろ四時にわたりはばかりながらかかる女こそ国の礎とも思われ恐れながら上様御ためにもご執着申し上げべく存じ奉りそろう安之助はほどなく召し出されて父の後目を再考した美世はその時なおこう言った。 我がが子を戒めたたのででであるこれで望みが叶っとと思うと間違いですよむしろこれから本当のご奉公が始まるのですから今までよりもっと心を引き締め人の十倍もお役に立つ覚悟でなければなりませんあなたは茅野桃木の子です人様とは 格別なのですからね。